今日紹介するお菓子はこちらです。フルーツジュレグレープミックスゼリーです。はい、こちらの商品はですね、このようにゼリーなんですけど、なんかねジュースの入れ物みたいにね、ちょっとこう高さがありますね。はい、ゼリーにしてはね、なかなかこのようにね背の高いパッケージに入ってるの珍しいかなと思います。でね、これはねグレープミックスゼリーってなってまして、赤ぶどうジュレ、リンゴゼリー、アロエ、マスカットジュレと4層になっています。はい、間にねリンゴとねアロエっていうね違うものが入ってるんですね。はい、では早速いただきましょうね。見た目はねこのようにね、下からどんどんねグラデーションでね色が薄くなってきててね、とっても綺麗ですね。マスカット果汁 4% 使用、これは1個あたり 190g 入ってます。エネルギーは 126kcal で、まあゼリーなんでねカロリーは控えめになってます。はい、では早速いただきましょう。当ててみます。はい、当ててみました。中身はこんな感じになっています。これはゼリー、あ、ゼリーですね。なんかパッと見た感じで、ね、すごく透明感が高いんで、なんかねジュースのような液体が入ってるのかなと思ったんですけど、ポポンポンポンと叩いたら分かりますように、これねゼリー入ってます。はい、じゃあちょっとこのゼリーをすくっていただいてみましょう。はい、でもね柔らかいゼリーで、口の中に入れたらこう水分みたいにね、こうジュースみたいにねとろっとね、もう液体にね変わってしまうようなね、ものすごい柔らかいね、みずみずしいゼリーです。あ、言い忘れてましたが、これね、マスカットジュレになります。はい、とってもね、こう、ジューシーですね。アロエです。こうね、アロエはこんな風に、ちょっとね、透明がかってて、もう筋みたいなのがありますね。はい、いただきます。アロエはですね、ヨーグルトなんかにね、よくね、小さい粒が入ってるんですけども、なかなかね、こんなね、大きいのを食べることがないんでね、ちょっと、びっくりですよね。うん、普通のヨーグルトに入ってるアロエの一体何倍なんでしょうねっていうぐらい大きいですね。10倍ぐらい大きさあるかな。もっとあるかなって感じですね。このマスカットジュレの味が染みてるのかな。かなり甘い感じです。はい、こちらはリンゴのゼリーです。いただきます。リンゴのゼリーはですね、こんにゃくゼリーのようにかなりね、弾力があって、こう、もちもちした食感のゼリーになってます。なのでね、今ちょっと食べてきた、ここね、3層まで食べてきましたね。一番上がマスカットジュレで、で、その下が、アロエでしたね。で、今さっきリンゴゼリーを食べたんですけど、全部食感が違いますね。ね、マスカットジュレは、ジュースのような口当たり。アロエは、クサクとした食感。で、リンゴゼリーは、もちもちとしてます。ね、かなりね、こう、味も違うんですけども、食感もね、楽しみますね。このジュレ、本当にすごいですね。こう、一応ね、ゼリーみたいにね、こう、一応固定なんですけど、もうほとんど液体に近い固定ですね。では次、ちょっと頑張ってそこを行ってみましょうか。一番そこのね、赤ぶどうジュレに行ってみましょう。これもジュレって書いてあるからにはやっぱりトロッとしてるのかな。お、色綺麗ですね。ルビーのようなね、ものすごい綺麗な赤色してます。透明感がねすごいですね。はい、いただきます。これもね、上のねマスカットゼリーと同じくとってもね柔らかいねゼリーですね。もう柔らかいっていうのもね、ちょっと違うかな。もう本当にね、よくこれで固定を保ってるなってぐらいの柔らかさです。ね、かろうじてこうゼリー状を保ってるぐらいの柔らかさですね。これはね、またね、違った感じですね。やっぱ赤ぶどうはね、こう、ワインっぽい味がしますね。どちらかといえばね。ほうほう、美味しいですね。これはこう、全体こう混ぜて食べても美味しい感じかな。ね、こんな感じで。下まで4層までね食べ進めてきましたが、もう味はねもちろん全部違いますが、食感もね3種類の食感を楽しめるねゼリーでしたね。うん、これはね美味しいです。かなりね甘めではあるんですけども、フルーツ感の高いねゼリーになります。はい、まあ果肉とかはねほとんど入ってないんですけどね、なんかでも味がねかなり濃厚な感じではありますので、フルーツゼリーを食べてるなっていう感じがします。はい、これとっても美味しいです。はい、以上、今日は、エミアルのグレープミックスゼリーを紹介いたしました。はい、よかったら食べてみてください。以上、ご視聴ありがとうございました。